はい、先日の動画でお話ししましたウクレレネックストラップという、首から下げる、タイプのストラップですね。これ購入するときに注意が若干必要なんですよね。今日はそのお話をお送りします。はい、 BJ のウクレレ講座です。ネックストラップというのは首から下げるものですね。こういう形になってます。はい。どうやって装着するかというと、まずここの部分、この輪っかの方を首からこう下げていただきます。はい。こうですね。はい。こういう風に下げて、この状態になってますね。はい。こうですよ。はい。こうなってますね。はい。ここで上からじゃないんですよね。まあ、別の動画でビジュを上からつけたらいいですよ、なんていう話もしたんですけど、正式な付け方を今回やりますね。これ、ここ、ウクレレの裏側を通していきます。裏側ですよ。裏側からこう来て、で、ここのサウンドホールの下に引っ掛ける。はい。これが正式の書き方です。はい。で、これの購入するときの注意点。まあ、いろんなタイプ、Amazon なんかで見ていただくと出てくるんですけども、注意としましては、ここら辺にビーズがたくさん、こう、なんか木の玉みたいな、数珠みたいにですね、こう木の玉みたいな、ちょっとおしゃれで可愛らしい感じなんですけども、女性の方選びがちなんですけど、これちょっと注意していただきたいんですね。その木の玉の部分がウクレレよりも上についてるストラップだったら OK なんです。ここのボディの裏側にそのビーズの部分が来るネックストラップ。木の玉ですから硬い玉とか、この後ろ側にあってこうゴロゴロゴロって動かすじゃないですか。そうするとここに傷が入るというふうなものもあるようですので、購入するときにそこら辺は注意してください。あとそれからここの引っ掛ける部分です。これゴムでカバーされてるもの、もしくはこれプラスチックでもちょっと柔らかめの素材なんですね。だからこうかけても傷はつかないです。だからあんまり硬い硬質な素材でできてるものだとここに傷が入ります。ここの部分ですね。引っ掛けるところにボロボロと傷がついてくると思います。まあ、リーズナブルなウクレレですと、塗装が強いですので、塗装ペッタ、強い塗装で塗られてます。そういうウクレレの場合は、金属のものでも大丈夫だと思うんですが、こういう風なヴィンテージで、塗装がちょっとダメージを負ってるようなもの、まあ、経年劣化ですね、しているようなものだと、ちょっと優しいものにした方が、ウクレレ、ここら辺に傷はつかないかなと思います。あとは長さ調節としましては、ここの部分ですね、これをこう動かすことによって長さは調節できます。でよくAmazon のレビューなんか見ると、こんな長いものをどうやって使ってるんですかと書いてる人がいるんですけど、多分こっち側につけてるんでしょうね。これじゃウクレレ抱えられない。もう画面から外れてしまうぐらいの低さになるじゃないですか。本当はこっち側から来て、こうですよ。下側の、サウンドホールの下に引っ掛けるんです。はい。BJ がちょっと前にやってたのは、これをもっと短く、ここの部分ですね。縛って、結んで短くして上から抱えましょうっていう。やり方だったんですけど、それをやるためにはここの部分を短くしないとダメです。団子結びとかにこうして、ね、結んで短くして上からかける。上からかける利点はと言いますと、まず手を離しても落ちないんですよ。これ見ていただくと、手離すとこういうことになるんですよね。はい。だから常にホールドはしとかないといけないんですけど、これ上から行くと手を離してもほら今手離してますよ。ベロンと向こうには行かないです。あと、もう一点は、こっち側にこうあると、慣れてないとですね、ストロークした時に、これが引っかかったり、あとはこうね、こういう時にちょっと引っかかったりして引きづらいっていうのがあるんですけど、上だとそんなに干渉しない。そういうこともあると思います。まあ、やりやすい方でやっていただくといいんではないでしょうか。ただ、上から下げてると、それ間違ってるよって言われる場合があるみたいなんですよ。その場合は BJ の動画でやってたと言って、わざと上から下げてるんですって言ってもらっていいですよっていうことを、前にもちょっとお話ししたと思うんです。そういう感じでいいと思います。というところで、DJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。
優しい。